へようこそ。園長のゆうきです。はい、というわけで本日はですね、インターペット2024に来ています。去年も公式アンバサダーをやらせていただいて、会場に来てね、いろいろリポートさせていただいたんですけれども、今年もですね、じゃん、公式アンバサダーに就任いたしまして、インターペットのね魅力を伝えていきたいなと思うんですけれども、去年は600社出展してたみたいなんですけど、今年は742社ということで、かなりボリューミーな感じなので、どこまでね僕も1日回れるかわかんないんですけれども、紹介できればなと思います。そして今日はですね、ミーアキャットのみーちゃんとフェネックのキューちゃんと一緒にやってきました。というわけで、キューちゃん、みーちゃんと一緒に会場を回っていきたいと思います。いろんなキャットタワーがあります。こんなツリーみたいのもある。クリスマスとかにさ、こんなのあったらさ、ツリー代わりのめっちゃかわいいじゃん。よかったね。キューちゃんは中でもうリラックスしてるから、もう寝てるし、うん、背中向けて寝てるわ。こういうのもなんかおしゃれな感じでいいよね。そうだね、種類が豊富で面白い。豊富いっぱいあるね。おもちゃ、おもちゃ屋さん、なんか可愛らしいお店があったんですけど、スーパーキャット、お弁当いって書いてあるから、トイっておもちゃって意味だもんね。そうだね、タコさんウインナーとか、卵焼き、おむすびとか、紅鮭、プープーなるおもちゃ。なんかいろんな色があって綺麗でいいね。え、カラフルでいいよね。だってさ、こういう組アントラーとかあるんですけど、普通だったらこういう色しかないじゃん。紫とかピンクとか、かわいい。はい、おもちゃも見たんですけれども、猫砂とかもあるみたいで、キューちゃんもよく猫砂使うからいいですね。はい、続いてロザインボトルっていうところにやってきたんですけど、体にとって必要な6大栄養素の中の水とミネラルがこう同時に補えるサプリメントウォーターっていうのがあるみたいで、人間でいうとこのあれじゃない、天然ミネラル麦茶みたいな。ああ、なのかな。汗かく時期にはいいよね、ミネラルと水はね。そうだよね、散歩の後とかさ、うんうん、はい、僕はこのパッケージを選びました。涙焼けが綺麗になったりとか、まあ、おしっこの匂いがちょっと減ったりとか、血やが良くなったりとか、いろんな効果があるみたいです。そういう方式なの？そうそう、俺も水なのかと思ってたけど、うん、ここに、ね、石が入ってるじゃん。石が入ってんだね。そうで、ここにこうお水を入れるじゃん。で、この石がそういう成分を出してくれる。あ、ちょっと溶けてね。そう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 、試してみたいな。シュワちゃんたちどうなるかな。そうだね、書いたらあげてみればね。あげてみます。水槽がある、泳いでるよ。みーちゃん、魚だよ。見てるね。見てる。ここは何のブースなんですかね。ちょっと中見てみようかな。金魚の写真とかがあるから、フードなのかな。ホイールって書いてますね。だから金魚とかメダカとかの下に引く石、まあ、石とか土だね、うん、このソイル、なんか水替えの手間を減らすっていう風なこと書いてあるんで、黒仕様の浴衣みたいです。
まあ、あとこれうちもベタとかコリドラスとかプレコとか金魚とかメダカいるんで、まあ、やっぱインターペットってワンちゃん猫ちゃんが結構多いイメージだったんですけど、こういう風にね金魚とかご飯とかもあるのでいいですね。キューちゃん、いつも僕が使ってるお散歩の時に使う匂わない袋が売ってました。もうねストックがないから買おうかなと思って。シナモンは匂いが入れても匂わないじゃない。これが普通のレジ袋のシナモン、あにめっちゃ匂う、めっちゃ匂う。いや本当にすごい。なんか出る、何も匂わない。公式さ出る。はい。匂うわ。そちらの画面大丈夫です。すごいね。カレーって結構強いじゃん。強い。本当しないもん。うん。すごい。するわそれ。すごいっしょ。するわ。マスク貫通して。あれは強烈だよね。強烈。非常用とかもある。多分震災とかで人間用、人間のトイレ、はい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 、生ゴミが匂わないとかさ、医療向け開発から生まれたとか、なんかいろんな種類がある。すごいね。ね、全然知らなかった。ペットのさ、うんち袋しかイメージないよ俺の。なかったなかった。買ってきました。サンプルもくれたわ。あ、本当に。1日何枚使うのそれ。相当使うよね。1日結構使うよ。そうだよね。8から10ぐらい。クロちゃん何回かしたりするから。うん、ちょっと安く買えたわやっぱり。よかったね。YouTube で紹介したんですよ。あ、川崎さんお久しぶりです。お邪魔してます。出店されてたんですか。そうなんですよ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。セレクトバランスってよくペットショップとかでも見るよ。よく見る。こんなにいろんな味があったんだね。そうだ ね人気があるのもチキンとかサーモン。そうですね、うん、サーモン。あ、サーモンが。あとちょっと特別な商品でいうと、はい、ビーガン。あー、はいはいはい、人間でもありますよね。ありますね、ビーガン。がもう普通にペットにも出てきてます。そうなんですね、はい、エンドウ豆が一応メインで使ってるんですけど、はい、そうするとこれのアレルギーの方がやっぱ出てくるので、はいはいはい、今度こっちはこのエンドウ豆を入っていない白身魚がメインのフードなんです。だから2つともねアレルギーに一応特化した商品。だからアレルギーがあるワンちゃんとか結構今後どっちかが挙げられるんでいいですよね。どん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 時代が変わってもうヴィーガンまでいってるんですごいなっていう。だって昔だったらなかったんじゃない。そうだよね。ね、結構珍しいんですけど、フリーダムジョーマネスですね、製品でやってます。お見せしますけど、これをちぎってあげたりして、オブラートみたいな。そうですね、変形がちょっと難しいシニアの、はい、ワンちゃんとかに、うんうん、いますもんね。でこれは昆虫クッキー。昆虫クッキー。人間も食べれる。一応食べれる。そうね。はい。そうそうそう。みーちゃんとキューちゃんにあげてみようかな。うん。ね。みーちゃん、キューちゃん、おやつ。おやつだって。ほら。おやつおやつ。みーちゃんおやつあるよ。はい。みーちゃん。みーちゃん食べそうだけどね。はい、どうぞ。食べやすくなっちゃってるのね。食べやすい。
これね、あんまり人が食べる向けのことじゃないんですよ。わざわざ真似しないでください。これが昆虫のスナッピーズ。すっごい食べやすい。ここは今ちょうどワンちゃんの洋服とかリードとかがいっぱいあります。これぐらいちっちゃかったらキューちゃんでも着れるの。そうだね、なんかキューちゃんに似合う洋服あればね。ねえ、いや色とりどりで、ねえ、綺麗。結構しっかりしてるリードとか芝とかに合いそう。なんていうんだっけこの模様、それなんていうの、クラクター。結構カラフルなのが多いのかな。そうね、こういうの好きよ。猫じゃらし、猫じゃらしね。インターペット今年で3回目なんだけど、毎回新鮮な感じで見れる。なんか一休み飲食スペースっていうのがあって、結構歩いたんで、みーちゃんとキューちゃんとちょっと休憩しようかな。結構撮影したもんね。そうね。おやつがちょっとおやつあげてみようかな。あ、食べてる。もうないよ。食べちゃった。食べちゃった。
段ボールおしゃれじゃん。おしゃれすぎね。このキャットタワーみたいな感じのとかボックスも全部段ボールで、普通の段ボールよりも強度がいいみたいで、ベニヤ板みたいなもん。へー、硬い。キューちゃん気になるの？自分のさ、もう住処かのように、もう家だと思ってるよね。そう。これってボディケアのスプレーってことですか？はい、あの全身に使えるというもので、はいはいはい、まあ、あの顔周りの汚れ、うん、あの涙焼けだったりとか、はいはい、耳掃除、うん、で歯磨きですね。歯磨きも入れます。歯磨きも入れます。あのワンちゃん口に入れること前提で作ってますんで、あ、はい、あとは体にかけてもらってドライシャンプーだったり、はい、肉球の保湿、はい、のボディケア全部全身に使えるんですよ、ね、で舐めても安心ってことですか？もちろん。ただ猫ちゃんの特化用何か違うんですか？どうしても猫ちゃんの方がおトイレの匂いがワンちゃんにもきついので、うん、そうです。ワンちゃんのやつをベースにしながら、はい、酵素っていうのを追加で入れて消臭効果を高めてるんですね。はいはいはい、はい、であとはワンちゃん猫ちゃんのお肌のpH質も違うので、うん、それに合わせた水で作ります。へえ、自然由来のもののみで作っております。いや素晴らしい。はい、というわけで本日はですね、1日インターペットにやってきまして、いろんなブースを見させていただいたわけなんですけれども、本当に迫力あったね。そうだね、テーマパークに遊びに来てる感覚だったよ俺は、うん、歩けばいろんなブースがあってすごい楽しかったです。というわけで今回紹介したのは東京なんですけれども、2024年の9月の21土曜日22日曜日にインテックス大阪にてインターペット大阪が開催されますので、ぜひね関西方面に住んでいる方は行かれてはいかがでしょうか。楽しんでみてください。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。また次回の来年もお待ちしております。バイバーイ。